青柳優馬は日本のプロレスラー。全日本プロレス所属。長野県松本市出身。長野県田川高等学校卒業。中学まではサッカーをしていて、プロレスファンだった父と一緒にテレビや試合会場でプロレスを観戦していた。青柳の父はかつてプロレスラー志望で高校卒業時に団体に履歴書を送ったものの返答が来ず、そのまま諦めてしまった経歴を持つ。 青柳も、好きから、いつしか、自分もプロレスラーになりたいという憧れに変わり、高校受験を控えた時期に、プロになる決意を両親に伝えた。高校卒業後、2014年4月1日に、全日本プロレスに入門。その後、約8ヶ月の練習生期間を経て12月14日の、後楽園、ホール大会にて、宮原健人とのシングルマッチでデビューを果たす。 和田恭平レフェリー40周年歓理記念大会の第1試合が青柳のデビュー戦となった。デビュー戦のレフェリーを和田が務め、後楽園ホールで開催され、青色のショートタイツのコスチュームを着用するとの状況は全日本プロレス社長の秋山ひとしと同じである。また、青柳が着用した青色のショートタイツは秋山からのプレゼントである。2015年末、 世界最強タッグ決定リーグ戦にて、野村直也とのタッグで出場したが、結果は勝ち点2で予選敗退となった。2016年2月、中島洋平の持つガオラ TV 王座に挑戦したが、敗れる。また4月のチャンピオンカーニバルには、野村、ジェイクリーが出場したが青柳だけは出られず、これを逆に、チャンスと考え社長の秋山が出場するレッスルマイナス18。 月11日横浜大会での秋山のパートナーに名乗りを上げ、さらに8月新日本プロレスプロレスリングノア協賽のスーパー J カップへの出場希望もぶち上げた。5月25日社長の秋山の要請によりアージレンジャーのブルーとなる2016年4月24日撮影。7月2日には第6回スーパー J カップに出場したが1回戦で 鈴木軍の大地に敗れた。青柳も大舞台に向けて用意したシューティングスタープレスの目測を誤るなど不甲斐ない。ファイトが目立ち、大地からもあんな小僧なんか当てるな。俺とやるレベルじゃないと告評された。9月19日、後楽園ホール大会で宮原ジェイクのネクストリームに野村とのタッグで対戦。青柳も三冠王者に強烈に食い下がる。 東熱戦を展開して、会場を熱気で爆発させた。試合には、敗れたものの、試合後に、宮原から直接勧誘を受け、ネクストリームに加入する。11月27日、両国国技館大会の世界ジュニアヘビー級選手権、試合勝者の石井里志介に、ベルトへの挑戦をアピールし、翌年の1月3日に、同王座挑戦が決定した。また王座戦に向けて、 新開発した技、ロックスターバスターを12月20日に披露した。2017年1月3日に、タイトル挑戦を迎えるが敗北した。4月13日、新日本の若手工業、ライオンズゲートに参戦。岩本講師とのタッグで、邪道、下道組と対戦するが、邪道のグリーンキラーで敗れた。2017年8月27日、 全日本プロレス45周年記念両国大会、新たなる決意において、J カップ以来となる大地戦を実現させる。青柳もゴング前に奇襲して、ドロップキックを放った。さらにジャーマンスープレックスの3連打などで攻めて、大地から何度かにカウントを取ったが、最後は、大地のバックドロップ、後頭部へ、ナリアット、ジャンピング、ハイキック、大地式、ラストライドで仕留められた。 試合は13分19秒、大地式、ラストライドからのエビがためにより青柳の負けとなった。しかし、青柳の試合内容の良さから大地からは、あの若いのだってよ、このバカ団体よりは、ちょっとぐらいいいんじゃねえかと前回の激怒から打って、変わったコメントを出した。試合後に青柳は、まだまだ自分の力が足りないですね。負けたままじゃ終わらないですと自らリベンジを誓った。 9月12日にヘビー級転向の意思を表明。野村とのタックでアジアタック王座をダッシュすると4度の防衛に成功し、東京スポーツプロレス大賞新人賞を受賞する。だが、2018年1月25日の新木場大会で対戦相手の裁量2の場外へのリフトアップホイップの着地に失敗、右足を骨折し欠場。 同年6月5日に復帰すると7月29日に再度野村とのタッグでアジアタック王座を奪還。4度の防衛を果たす。2019年2月25日野村のネクストリーム脱退に伴いアジアタック王座を返上。青柳自身はネクストリーム残留を表明する。同年チャンピオンカーニバルに初出場、審議、エンドゲームでゼウスに土をつけるなど検討したが、 最終的に3勝5敗、ギアニー・バレッタと同点の得点6でリーグ A 再開に終わった。2020年1月3日、三冠ヘビー級王座を防衛した直後の宮原を青柳が吸収、タイトル挑戦を表明。さらに、同月11日、青柳は、ネクストリームは自分のチームであり、一気打ちに勝ったら宮原を追放すると宣言。 北原幸樹のもとで審議、スピンキックを習得し、その技で歌丸を起こするなど打倒宮原に執念を燃やしたが、2月11日の参観戦で宮原に敗れ、宮原よりネクストリームからの卒業を言い渡される。ネクストリーム卒業後は特定のユニットには属さず、イザナギよりパープルヘイズへの勧誘を受けたが、自分は神ではないと断っている。その後は、 実の弟でもある、青柳良生とのタッグを数試合行うも継続せず、そのまま9月のチャンピオンカーニバルに出場するも2勝2敗で予選敗退。公式戦の試合終了後に、土井孝二による再三の襲撃を受け、10月5日の最終戦にてエンドゲームで考察した。先日のチャンピオンカーニバル決勝戦では、敗れた宮原に肩を貸して引き上げ、再結択。 宮原と世界最強タック出場が決定し、宮原は新しいチーム名をツイッターにてファン公募していたが、青柳がネクストリームを提案し、ネクストリームが復活した。世界最強タックでは、第一戦の関本大輔アブドーラ小林、第二戦の足の翔太郎ヒグマーラ氏に連敗するも、その後4連勝。最終戦では、 自らが対戦相手の J クリーをエンドゲームによって下し、最強タッグ初優勝を飾った。2021年1月2日、宮原とのタッグで世界タッグ王座を獲得。ありがとうございます。